これから弾きますバッグとそれから先ほどの弾き色、あれは完全にリボンを設定してありまして上弦に組み込まれています。それで大野島は押し出によりリボン音が発生するように作られているんですね。で私が20弦みんなと一緒に20弦ごと弾き始めた頃は割と微分音に興味を持つ方が多くて90年代以降特に多かったんですね。私は一時普通の長弦がちゃんと取れなくなるっていう感じに陥ってしまいまして、なんか長弦ずれててもあんまり気にしないで全然平気になってしまうような状況がありました。で、なんていうのかな、ある緩やかさっていうかほっとするような感覚っていうのがあると思うんですけれど、まあそれは人によるから皆さんがそう思っていただけるかどうかはわからないんですけれど、それでこの次来ますワープという曲はワープ工法、それを楽譜をいただいた時に実は私は弾いたことないんですが他のいろんなメンバーで弾いているんですけれどびっくりしましたね。時間テンポが違う音が音の3つの中に混在するんですね。どんどんテンポが変わっていくわけです。で、どこかで合うというような感じのことであるので、これは一体どういうふうに弾くんだろうと思って、私も見物しながら聴いてたんですけれど、ものすごく面白い展開になって、これはやっぱり面白い試みで、本当によく弾かせていただいてよかったなと。そんなことなので、どうぞこれからお楽しみにちょっと聞いてみてください。最初に微分音がでバンと出てくるので、びっくりしないで受け入れてくださいよろしくお願いします。それともう一つ今日の演奏会は東根ミュージックチャンネルというYouTube の方の動画でアップいたしますのでまたご覧聴きいただければと思います。よろしくお願いします。